宅に現金を要求する脅迫状が届いていることが分かりました。脅迫状は退職したりすでに死亡したりした教職員の自宅にも届いており、過去の教員名簿が悪用された可能性もあるといいます。脅迫状の中で要求されている現金の送り先はタイ。